皆さんこんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。このチャンネルは様々な芸能ニュースを毎日お届けしていきます。励みになりますので、チャンネル登録と高評価をお願いします。多くのヒット曲を世に送り出し、ベテラン歌手として活躍する松山千春さんの現在に注目が集まっています。今回は松山千春さんのプロフィールや経歴、現在の仕事や年収、そしてがんや透析などの病気の噂についてご紹介していきます。まずはプロフィールをご紹介します。松山千春、生年月日1955年12月16日、出身地北海道足寄郡足寄町、血液型 O 型、身長170センチメートル、所属事務所オフィス元気。松山さんの父明さんは1954年に週刊誌十勝新聞を創刊した人物として知られています。松山千春さんは父である明さんと足寄町出身の母美代子さんとの間に次男第四子として生まれました。時代的な背景もあるかと思いますが、お姉さんとお兄さんが創生しており、もう一人のお姉さんと弟さんの3人兄弟で育ちます。生まれて間もない頃に股関節脱臼と診断されており、診断後に半年間札幌の北海道大学附属病院に入院しています。その入院により多額の借金を背負うことになり、家計を圧迫していたそうです。幼少期のこの出来事は、社会に対するメッセージ性の強い発言をするようになった性格へ大きな影響を与えていると言われています。高校を首席で卒業するほど成績が優秀だったことから、担任に大学進学を勧められますが、家庭が貧しかったため大学進学は断念しています。そんな松山千春さんは小学校5年生の時にフォークソングと出会ってから歌手への道に興味を持っており、高校卒業後は働きながら合間を見て作詞作曲を行っていたのです。その後1975年全国フォーク音楽祭の北海道大会に出場しました。松山さんは惜しくも落選してしまいますが、翌年1976年に生涯の師と仰ぐ武田健二ディレクターに見出され、サンデージャンボスペシャル内の15分コーナー千春の一人歌でメディアデビューしたのです。そして翌1977年1月に旅立ちでレコードデビューを果たしました。そんな松山さんでしたが、同年8月に武田健二さんが36歳という若さで急逝すると、一時は失意に陥るも、同年10月にオールナイトニッポンの水曜2部パーソナリティに起用され、人気を博したのです。そんな松山さんは1978年にはオールナイトニッポンの月曜一部に昇格したことでさらに人気を伸ばすと、同年10月にリリースしたシングル「季節の中で」がオリコンチャート1位を記録する大ヒットとなり大ブレイクしています。そして以降も「長い夜」や「大空と大地の中で」「君を忘れない」など多くのヒット曲を連発し、松山千春さんは人気歌手としての地位を確立したのです。かつてはあまりメディアに出ないことを売りにしていましたが、30歳になった1985年頃から一転し、バラエティ番組や音楽番組、ニュースやドラマ、映画などに出演し、そして1991年公開の映画「極道戦争武闘派」では日本アカデミー賞優秀助演男優賞、新人俳優賞を受賞しています。1977年1月にデビューを果たした松山千春さんは2016年でデビュー40周年を迎えます。記念ライブツアーと40周年記念ベストアルバム「松山千春の系譜」もリリースし、60曲全ての楽曲の歌詞カードを直筆で書いて話題となったのです。そして2017年には搭乗していた全日空の飛行機が U ターンラッシュによる保安検査場の混雑で出発が遅れ、乗客がイライラしていたことから客室乗務員に状況の改善を申し出て、機長の許可を得て機内放送用のマイクで「大空と大地の中で」のフレーズを披露し、大きな話題となりました。海外でもたまに目にするこの光景、これこそ夢を与えるアーティストの真骨頂と言えるでしょう。サービス精神旺盛な松山千春さんは NHK の「紅白歌合戦」には「鳥なら出る」として出場せず、同じく NHK で放送されている
NHK のど自慢にも出演していませんでしたが、2015年と2018年には NHK のど自慢に出場しています。2021年にはデビュー45周年を迎え、1月25日にライブ CD 弾き語りをリリースしています。こうして現在も歌手として精力的に活躍する松山千春さんですが、年収は不明でした。ただ高額納税者番付の歌手部門に昔からランクインしており、現在は若い頃と比べると若干収入は減ったかもしれませんが、最低でも数千万円くらいはあるのではないかと推測できます。あまりメディアに出ない松山千春さんが2018年に NHK のど自慢に出演し話題となりましたが、昔と比べると痩せたことで病気を心配する声が上がったのです。松山千春さんで検索するとがんや透析というキーワードが出てくるのです。そこで少し調べてみましたが、松山千春さんはがんや透析などの病気は患っていないようです。まずはほっとしました。ただ松山千春さんのファンでブログをしていた方が糖尿病で透析をしていたことや、松山千春さんの姉ががんで亡くなっていることから関連キーワードとして浮上したようです。しかし松山千春さんも年齢を重ねるにつれ、いろいろな病気に悩まされるようになっています。昔から糖尿病を患っており、よく自身でネタにしていましたが、1991年には自律神経失調症を発症し、一時は回復したものの後に再発したことを告白しています。この自律神経失調症は食欲不振に陥り、痩せてしまう方も多いと言われており、松山千春さんも自律神経失調症の再発によりあのように痩せてしまったようです。さらに2018年には右足の腓骨神経麻痺を告白し、同年4月にもゴルフの後に低血糖になり救急搬送されたことをコンサートで明かしています。2019年6月には急性喉頭炎が悪化したことにより急遽コンサートを中止しています。皆さんいかがでしたでしょうか。今回は松山千春さんのプロフィールや経歴、現在の仕事や年収、そしてがんや透析などの病気の噂についてご紹介しました。2018年に NHK のど自慢に出演し激痩せしたことで病気が心配された松山千春さんですが、がんや透析の噂とは無関係のようです。しかし年を重ねるにつれ様々な病気に悩まされているようです。今はその病気とうまく付き合い、現在も歌手として精力的に活躍しており、元気に過ごされているようです。今後の松山千春さんの活躍に期待したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。